それでは、更新情報を見ていきます。えー、っとですね、えー、ここかなアップデートについての不具合からですかね。えー、正常にアップデートができない。あ、そんなんあったんですね。なるほど。えー、まあ、それは治ったみたいです。で、バンジバン親に関しても、正常に終了しない不具合があったみたいなんですけど、治ったのかなえー、で、少女の出会い、あ、 少女の出会い、あ、累計種、あ、これがユエンティスフンプイベントですね。これですね、12時36分に来ているっていうところで、えー、まあ、ちょっとタイミングなんかずれてるんですよね。<laughs> それちょっとなんとかしてほしいなとは思います。えー、特定の武将のスキルの不具合について、カエサルが、あって、相手を撃破しても攻撃対象を再選,再選択しない。これはちょっと困りますね。そこで攻撃止まっちゃうってことですもんね。そこは、えー、っと、修正されたみたいです。最近なんか修正早いな。 あで、えっ、ー、と、これですね、えー、コード引き換え機能。これですね、先日のアップデートでなんか増えてるなと思って、あの、昔ですね、えー、コード引き換え、あったんですよ、ガールズっていうやつとか。えー、それちょっと色々全部試してたんですけど、何もできないなって思ってたんですけど、今日ついにですね、この LUV? えー、放置って入れると、まあ、ラブ放置かなって入れるとですね、えー、まあ、全副賞の方に、えー、まあ、あれですね、えー、なんかアイテム、ちょっと私まだ確認してないですけど、アイテムを獲得できるので、これですね、えー、コピペしてもらって入力してもらうといいと思います。で、えー、っと、明日の更新、ここから始まりますね、本格的に。えー、っと、まず、映華銀月なんですけど、アバターキック来るみたいですね、MR、まあ、アバター来るみたいです。 超一席聞きますけど、大吉祭りではないと。で、剣が来ます。えー、こちらはですね、個人的には、えー、っと、生鮮セレクトとお得セレクトの花の水引きは課金してもいいかなと思ってます。で、な,なんだこれ。あこれは、ハッピーギフトだな。えー、っと、週ギフトのハッピーギフトかなと思います。なので、おそらく480円で、えー、原本200、千尿疫生ン5個。 で、えー、椿のなんちゃらが一つもらえると。で、その中身が、覚醒、選べるんですけど、覚醒炭6、訓練書4に、高級育成炭30、宝石券30、潜入育成炭10、潜入育成炭10かな、個人的にさすがにこの中だと。いや、ただ、ちょっとこれ、私が困ってるだけなんかわかんないですけど、高速戦闘剣、二時間戦闘剣もらえる機会がかなり減ってしまったな、美化金で。 非常にそこは残念。あ、来たな。えっ、ー、と、初心追放、つい、初心追走ですね。期間限定解放がやってくるみたいです。これは、えっ、ー、と、リセット。 は2023年1月1日になるとあの1年に1回ですね、えー、まあ今年から実装されたんですけど初心追走またいつか復活するみたいな感じに書いてあったと思います、えー、2020年ですね、えー、年始にやった方結構いるんじゃないかなと思います、えー、その方はできないですねえっ、ー、と2023年1月1日以降はその方もできるようになると思うんですけど今回はとりあえず、えー、まあ今年最後の1週間ですね、えー、まあ今年からやり始めた方とか えー、ま、前回やらなかった方っていうのはですね、やってもらうといいんじゃないかなというふうに思います。えー、っと、まあ、ルールとしてはプラス1以上の、えー、副賞が追走できる。で、ま、いろいろすべてですね、リセットされて初期状態に戻って、使ったですね、アイテムを、えー、まあ、戻ってくるというふうなものになります。で、えー、育成ステータスがですね、えー、引き継ぐことができるので、まあ、メインのアタッカーを入れ替えるとかですね、昔使っていたけど使わなくなったキャラクターとか、 ま、あとはですね、超高名をプラス1で使うとコップループっていうのがやりやすくなるんですけど、えー、ま、そういったですね、えー、ところを使ってもらうと、まあ、そうですね。あまりまま、超高名はもう MR 化もして嫁化もしたんで、えー、あまり戻す必要性はないかなと思うんですけど、ま、あそういった使い方がありかなと思います。えー、で、買い物デートの諸葛丹がやってきて、えミニア ニニアン <laughs> マジでえジュン MR くんのここで。えー、マジでこれあれですね、確か。あのー、異教軍勢で来てたキャラですね。えちょっと待って。あ、ここ、え諸葛丹のためにつばき翡翠着てたのあ、確かに鼻の水引きはなかったな。あい、えー、マジで。ニニアンか。これまたバッファーかな。ちょっと怖いんですよね、最近。<laughs> あの、戦役向けのキャラクターめっちゃ一気に来てるじゃないですか。 で、まあ、ちょっとこの2にはもしかしたら祝福キャラクターかもしれないなと思ったりもするんで、まあ、まあ、罪悪を確実にばらまけるキャラクターってまだ来てないんで、まあ、その辺来るかもしれないなとも思ってます。 え、まあ、ま更新情報としてはここまでにしようかなと思います。まあ、明日、ニーヤン、楽しみにしていようかなと思います。えー、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。